タミですみんなニコちゃんを疑ってるんですね気持ちは分かりますこの状況ならそうなっても仕方がないでもここは一つ私に免じてあの皆さんはじめましてですがなんとか一つ今回だけ今回だけ見逃していただけませんかあのー、この中でタミヤスともえになんだかお世話になっていないものだけがニコちゃんに投票してください頑張ってねニコちゃん そうですね、今の皆様の議論を聞いたところ、ニコライさんをその犯行の容疑者として釣るのは少し苦しいんじゃないかと、迷惑としては思います。というのも、その時間帯は、ですね見たの通り、ニコライさんと一緒にニコニコ本数を爆発させる遊びをしていたんですよ。ですので、ニコライさんがそのタイミングで犯行を行うのは不可能ですよね、ボイイスドバイコエフォントほら、ニコライさんもこのように言っています。というわけで、逆に今回、ニコライさんを強引に釣る流れに持っていった人が怪しいんじゃないかと、個人的には思います。ぜひ判断材料にしていただければと。まだ投票の変更には間に合いますよ。 ニコライさんをね、お疑いのようですけれど、うん、それは間違っていますよ。うん、いや、そう、ニコライさんではない。初歩的なことですよ。うん、ニコライさんではない。まあ、僕がね、今、代わりにエアシップから身を投げているんで、これに免じて、まあ、きっと、きっとね、ニコライさんは、あ時間が来てしまったようです、皆さん。じゃあ、ニコライさんではないと思います。 ニコライさんだけはニコライさんだけはあな皆さんこんにちはバーチャル埼玉県民の春日部しと申しますわあわしはニコライさんは犯人ではないと思いますだってニコライさんはきっと埼玉県民ですからその綺麗な心があれば人を殺すなんて危ないことできるはずがありませんねむ紬ちゃんもそう思うでしょ聞いてる 皆さんもニコライさんには投票しないでくださいお願いします皆さんごきげんよう石黒千尋ですニコライさんが釣られそうと聞いてやってきました今この放送をご覧になってるみんなこの中にニコライさんが犯人だと思ってるやついるいねえよなニコライさんを救うと世界が平和に みんなで世界、救っちゃおうぜじゃあのーニコライさんを助けるための何かアイディアはないかっていう趣旨の動画だからこれ。あーなるほどね。うん、タラちゃん何かない、うん、ニコライさんが釣られそうな剣についてうん。<laughs> <laughs> どうでもいいよな。え、そうだね。ノエゾ、ぶっ殺してー ニコヤさんのいい,こいいところでも言うああ、ああ例えばやめよっか。やめよっか。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあ、最後、豚さん、何かあればそれならいい考えがあるぞ。愛用順で釣ろうぜ。